社会人の辞職につきましては、これは原則法を変えていることなんですけれども、その格論についてこの議論がされている部分につきまして、そのまま出しますと、やはり先生方は自由にお話しできないということがありますから、ある程度こう話が終わったところでですね、まとめて出すような整理になっておりまして、したがって第2回と第3回の議事録はまだお出しできる状態になっておりません。第1回についてはインターネットでも公表しておりますのでお出しできるんですけど、どうですかでしょうか。それぞれの各界の有識者会議が終わった後にはですね、記者さんに直接ブリーフィングをして概要をお伝えをしておりまして、ですので大体記者さんのお聞きになったことは、新聞なんかに出てくる通りなんですけど、そうですね、2回目3回目も持って整理されて出されるというふうな今のご発言ですよね。そうしましたら、1回目はすでに出せる状態ということで、ネット発表の参考にということでは、また資料としても用意していただいてもいいかなと思いますが、次回あれば、そして2回目、3回目も結果決まってしまってからという形では検証できませんので、それをどのような時間テーブルでやられるのか、もう少し教えていただけますか。整理にどのくらいかかってですね、みんながそれを見られるまでの時間と、過去との結論の間ですね。第2、第3につきましては、現時点ではですね、議論がどんな形で具体的にこう進んでいくかが決まっていないものですから、今の時点ではちょっとまだ出しできるタイミングは決まっていないんですけれども。今申し上げたのは、結論が出る、現実でも困りますし、流れを終わり議論の中でですね、結局今まではその論点の整理をするという形で進んでおりまして、で具体的にこういう論点があるということのその整理画面はもちろん公表してございます。ただそれぞれについて、その各委員さんが、ある委員さんが、特定の委員さんが何かについてはこれは移転すべきだとかですね、そのことをおっしゃったというような、そのまさにその議事録にあたるものについては、あるいはある委員さんも機関の意見について賛成であるとか反対であるとか、そういう各自の方のスタンスが分かってしまうようなものを出しますと、やはり先生方はこれからは自由にしゃべれなくなってしまいますから、そういうそのまさに議事録というんでしょうか、各人のお名前が書いたというものを出していきたいんですが、その議論の結果、そんな感じになっています。もし今そのような個々人の意見が鮮明になることで、例えば個人へのいろいろな反論が起きたりなんとかすることを懸念するというのはないわけではないと思うんですけれども、ある程度公表の他の省庁の何て言うんでしょうか、右に習うというか、右に習って基本的には公表すべきものな、消費者行政は広く国民に関わりますから、わけのわからないところで決まったからということをのないように、それからまた論点整理というのと違うと思うんです。論点整理はおのおのこういう論点がありましたということで、それをお出しいただくのは有効なことだと思いますが、各その踏み込んだどういう角度のご意見かということを知りたいというのが議事録の問題かと思うので、それはこれから立ち上がる人も、地方創生ですか、その本部での公表のあり方として、町人仕事の中でどのように考えられているのか、もう少し公式見解をいただかないと、ちょっと今のでは納得できて聞かれますが、今ここでなかなかお答えできないとすれば、次にまた、はい。